皆さんこんにちは。希望の日本再生チャンネル、今回も東京大学大学院の鈴木信弘先生をお招きいたしまして、いろいろと食料問題について伺っていこうと思います。先生よろしくお願いします。1回目2回目3回目と、もういかに日本の食料問題というのが大変な状態になっているのか、そして今我々がどれだけひどい状態に食料について置かれているのかということについてお話を伺ってまいりました。じゃあ一体我々はどうすればいいんだ、我々日本人はどうやって身を守っていけばいいのか、そしてまたこれから先っていうものをどのようにしていったらいいのかというあたりのお話を、もう今回ですね、先生からもう忌憚のないところでお話を伺っていこうと思います。それでは始めたいと思いますが、はい、巨大な力に種を握られると命を握られるということですね。食料は命の源ですから、その源が種であると、はい、その種をですね、はい、握ろうとしている巨大なですね、グローバル種子農薬企業、はい、種を制するものは世界を制するということで、ますますね日本の野菜だけじゃなくて、はい、米麦大豆とかのね、種も、そういう人たちにこう渡されていくような流れが強まっている中で、私たちはまず種を守らなきゃいけないと、はい、だから地域地域でね伝統的に育ててきたこの在来のね、はい、いい種を、みんなでね、種取りして循環させる仕組みっていうのをね、はい、地域地域でもう一回ねしっかりと取り戻そうじゃないかと。でそれをですね、はい、やった上で、はい、できた農産物をできるだけね、地域での人たちが自分たちでこう支えるという仕組みですよね。今表示を見てもなかなかね安全かどうかわからないように選べないようにされてきてると。ですよね。はい、そういう中で我々どうするかって言ったら、はい、やっぱり、できるだけ自分たちの地域のコミュニティで頑張って生産してる人たちのものをね自分たちが確認して、はい、そして食べていくね消費する。というふうな地域循環の仕組みをね、ぜひ取り戻していくということがね、一番ね、私たちが国全体ではなかなかね、政府も動かないし、ごまかされてもわかんないし、なかなかね、アメリカとかのね、いろんな思惑に対しても対抗しきれないと。だったら私たちは自分たちの地域地域でね、伝統的な共同体のね。力をもう一回取り戻してコミュニティの力でね何とかその自分たちの子どもたちを自分たちを守るで頑張ってる農家を守る仕組みを作ろうじゃないかと、そういうことですよね。そのためにまずこの種を守る、そしてできたものをみんなで地域で確認しながら消費すると、皆さんの作ってくれた安全安心なものだってことが分かれば、仮に表示がなくったってね、自分たちはもうその信頼のネットワークで地域のこれならね大丈夫だよねとね、スーパーさんが全部悪いっていうわけじゃないですよ。スーパーさんでもね、地元の安全安心なもの美味しいものだけを、ね、しっかり選んで売ってくれるお店もあるじゃないですか。そういうふうな、ね、形の協力も含めて、はい、とにかく地元で確認できて、安全で美味しいものを支えるためにじゃあどんな取り組みがあるかというとですね、一つははい、前回も出ました給食ですよね。給食のこの公共調達、できるだけ自然にね、はい、循環的に自然の摂理に従って生態系の力を発揮できるような作り方で、はい、できた農産物を市長さん、はい、町長さんが頑張ってね、はい、しっかり買い取るからと、やってくれたらね農家の皆さんも頑張れると、そうですね、子どもたちも元気になると、はい、それでね出生率も上がって、ねきちんと経済も回ってくるわけだから税収も増えてくると、ね、そういう話ね先生してくださいましたけども、そのような流れを作るための一番の核はこの給食の公共調達があると。それから生協さんもやってるようなね産直農園ですね、地域循環的な産直の仕組みももちろん大事だし、それと最近注目すべきはですね、もう一つの直売所だと思うんですよ。直売所、はい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 。直売所マルシェのような仕組みね。直売所ファン。いいですよね。いいですね、はい。あそこでね、買えば本当にね、自分の目でね、安全安心で美味しいものをね選べてね、農家の皆さんも自分で値段決めてね。そうそうそう。で実際にこう栽培している農家のお父さんお母さんの写真があって、うん、で下に丁寧に心を込めて作りましたとかってこう、うん、書いてあったりするんですよね。ああ頑張ってるなと思ってね。でまたねこれが美味しいの、全然違うの。ね、はい。だからその加工品もね、味噌や醤油もそうだけども、ねもちろんね、ああいうとこで買うと全然いいものがあるじゃないですか。そうそうそう。お味噌汁味噌が全然違うんだったね。はい。だからね加工品もそうだしね、人参やねキャベツや何でもそうですよね。やっぱりこれ違うなっていうものがあるじゃないですか。だからねそれぞれいや人参はこの方の方がいいよねみたいなね、こういうねお客さんファンもできたりしてね、そうやってこうね自分たちでいいものを確認しながらね、で農家の皆さんも直売所とかマルシェであれば、はい、その大量流通に乗らないような規格外のものでもね、ちょっと傷がついててもね、皆さん食べて美味しければねそれねちゃんとね買ってくださるし、大体、うん、普通に常識で考えて自然のもののねきゅうりが、うん、全部が全部こういうまっすぐな形してるわけはないわけで、こんなになったりとかこんなになったりとかってするのが当たり前でね。だからそれを無理してそういうふうにねまっすぐにしたりツルツルにするために余計な農薬を使わざるを得ないと。だから直売所であれば農家の皆さんもねそういうふうな農薬を自然に減らすことができるから、自然に安全安心なもので美味しいものをね消費者がそれを分かってくれて、そういう信頼関係ができるという意味でね直売所っていうのはとてもね大事なここをね膨らますことができればね。そうですね。ただですね直売所の難点は、直売所でかなり大きくなっててもね、そこだけの売り上げでじゃあね一軒の農家の方が所得を得られるかっていうとね、ちょっと小遣い1000稼ぎぐらいしかならないよねみたいな話があるじゃないですか。あるある。でねそれもね今ねすごい仕組みができててね、和歌山県のよってってというね、あよってってはいいたいた。あそこは、JA の直売所ではないけど、30店舗ぐらいの直売所をですね転送システムで結んで、その同じねその顔写真でその売ってる方のものを一気に30店舗で売れるように仕組み作りをした。和歌山のねお米がこんなに美味しいもんかと思って僕すごい感動して、さすが直売所ファンですね。いろんなところでさすが言っておられますね。いやでもやっぱり全然違うんだもん。しかもねその30店舗で一気に売れるようになるとね、例えばね梅の販売だけで直売所だけでね1億円超えてることが出てきたり、もうあそうなの直売所の売り上げでだけで1000万超える売り上げの方が300件ぐらいになってきてるんですよ。あそうですか。そうやってね安全で美味しいものを消費者が、ね、買えるし、農家の皆さんもそういうものを売って、ね農薬も減らして、しかもね売り上げが1000万超える、ね、1億円超えられるっていうことになってくれば、これこそねもう双方ウィンウィンじゃないですか。ですよね。だからこのような仕組みをね、も含めて一つのキーはその給食のね、それからこの直売所もそうですよね。こういうものを充実することで、まさにこの地域の種から作るね循環型食料自給圏、こういうローカル自給圏のようなものをねまさに日本の古き良きね共同体コミュニティのねまあ一番のねこの本質的な部分ですよね。こういうものをもう一度ね大事にしてみんながね支え合う仕組みを作ろうじゃないかということが一番のキーになると。でその時にねやっぱりね今消費者も変わってきてると思うんですよね。地域の住民の皆さんもね、もうまあいろいろねこうやって世界的にもリスクも高まってるから、自分でも作りたいって方増えてるんじゃないですか。ね家庭菜園だけじゃなくてね、もう耕作放棄地が増えてきてるならね、自分たちに貸してくださいと、自分たちも一緒にやりますから教えてくださいみたいなね、こういう仕組みも増えてきててね、でこれも和歌山県の例ですけども、やっぱり女性パワーすごいですね。お母さんたちは子供たちに輸入のね小麦はねリスクがあると、だから和歌山県産の小麦をねしっかり出したいと、耕作放棄地が増えてるんなら私たちが全部借り受けてねみんなに呼びかけて作ると。へえ。でもうね種まきですよ草取りですよ収穫ですよみんな来てくれて、親子連れてねもう100人近く来てくれて、子どもたちも喜んでやってくれるから、高取ってね、どんどんね耕作放棄地で自然栽培の小麦ができて給食に出せるようになってきたっていうんですよ。こういうふうにね、頑張ってる生産者を買って支えるだけじゃなくて、自分たちももう一体的に作るというね、この関係ですよね。これがね今すごくムーブメントとしてね分野出てきてる。だからトフラーっていう未来学者の方がだんだん時代はね、プロデューサーとコンシューマーが別々ではなくて、それが一体化していくプロシューマーの時代が来るんだと。でまさにそういうふうなイメージの動きが高まってますんで、プロシューマーコミュニティですよね。コミュニティの中にもプロデューサーもいれば生産者もいれば、でまた実際にこう消費者もいる、その小さな中でちゃんとやっていこうよっていう、そうですね、もうそれが一体的にねつながるような、そのようなコミュニティをねがまさに今どんどんできてきてる。でそれをさっきのその京都の亀岡市の市長さんとかね、いすみ市の市長さんみたいにちゃんと自分が買い取るから頑張ってくれっていうのはね、自治体の政治行政がちゃんとそれをね支えてくれればね、そのコミュニティがしっかりとね持続して経済も循環してくるっていうね、こういうものをねぜひね地域地域で生み出していけばね、それが全国のうねりになって、そうしたら国の政治行政もねそれに対応した政策をやらざるを得なくなってくるじゃないですか。ですよね。だってお菓子の輸入品なんかはもう消費者が買ってくれねえと、みんなコミュニティの中でいっぱいそういうコミュニティがあって、でここでは大根作ってるけどこっちで人参作ってる、じゃあ大根と人参交換しましょうねって、お互いに安全な作り方してることが分かっていれば、本当に安心してお付き合いできるじゃないですか。そうね、そうなんですよ。だからね国の政治家がね一人でアメリカに対抗してグローバル企業に対抗してそういう政策をやろうとしても潰されますけど、地域地域のね草の根的な動きでそういうものが全国に広がればね、誰も止めることできないですよね。そうですね。おっしゃる通り。それが国の政治家一人一人がよし俺も頑張るぞというね、そういうふうなね面的に国の政治を変えていけるようなね層を作るためにね一番重要な地域からの動きだなと。そうですね。いうことでね、ぜひそういうものをベースにしてね、それともう一つはですねこの動きとしてですね。例えば大阪の泉大津市のね、泉大津市、市長さんがやってるのは、やっぱり泉大津市も給食を原価かける原価格農薬で有機米とかにしていきたいと。だけども自分の市の中では田んぼ全然足りないと。だったらどうするかと。じゃあ全国の産地を支えながら泉大津市が買い取ると。こんなふうにですね。全国の北海道旭川市、長野県の上伊那郡南箕輪村、滋賀県の東近江市、いやこのね近江市のね近江米ってうまいんですよこれが。石垣島ねすごい。頑張ってるねところの産地のその美味しいものをね。じゃあ市長さん買い取るから頑張ってくれということで、地域循環でしきれない部分はこうやって。都市部の住民と、産地の皆さんが農家の皆さんがしっかりとした協力体制で、都市部の市が買い支えることで、そういう頑張ってる産地を支えるというこの、地域循環とそれから地域間の連携的な循環を組み合わせて広げていけばね、非常にねこれ大きなね、うねりになりますよね。ですよね。世田谷区もね今東京の90万人の人口いますけども。なんと給食を全部オーガニックにしたいと。世田谷区に田んぼちょっとしかないからね。でまさに全国のこうやって同じような形ですよ。全国一の人口密集地ですからそれはね。だから全国の産地からいいお米をね買い取りますよという仕組みを作り始めましたので、だからこういうね地域との連携のねネットワークもねまさに地域内の循環を固めて、そういうものが地域間の、ね、連携にもネットワークに広がっていけばね非常に全国的な波及効果も大きいですよね。だからこれがね本当にね一番のこの流れをね、やっぱり未来を作っていくためのね、一番の、ベースになるのかなと。なるほどですね。はい、ありがとうございます。期待しております。国をいっぺんに変えようと思っても現実にはなかなか変わるもんじゃない、でも我々自身はの食事は毎日のお食事にやっぱり影響が出てしまう。そうであるならば地方単位で変えていく、あるいは地方自治体が動いてくれなかったとしても自分たちのコミュニティの中で変えていく、あるいは私たち消費者が本当に安全で美味しいお野菜を売ってるところでそこでできるだけ買うようにする。もうそうするとそこに出せば売れる、その方が利益が上がるってことになれば自然とそっちの力が強くなってくる。一等小風と言います。小さな明かりではほんの片隅しか照らせないかもしれない。自分が買うお大根の1本わずかばかりの数かもしれない。でも万人の人が同じような行動をとっていくようになればそれは万党小国と言いまして国を照らす大きな明かりになる。でもその国っていうのはね、日本国全体のことではないです。昔の言葉ですから、国っていうのはそれぞれの今でいう都道府県、昔で言うならば出雲の国とか法規の国とかっていうこの国を照らすという言葉が万党小国という言葉になります。そういう意味で地域で本当に変えていく、そういう美味しくてでしかも体にいいそういう食べ物をできるだけいただくようにしようじゃないですか。そうすることによって消費者が変われば地方が変わる、地方が変われば国も変わるということを鈴木先生から学ばせていただきました。先生、本当に今回の長時間ありがとうございました。ありがとうございました。希望の日本再生チャンネル、まだまだこれから。